レイ君今日どこ行くの？中国のとこ。何山？ジョリジョリ切るやつ。中目黒山。ああ正解。花釜屋駅から出発して最初は登ってみます。なんか道。で帰りにロープウェイで帰ってくる。うん。じゃあレイ君行ってみましょう。レッツゴー。弱。なんだ。かき氷、どこにあるの店やってる？通るかな。はい、分かれ道で、この触れ合いの道ではなくて、こっちの斜里軌道っていう左側を通っていきます。もう食料いきなりなくなったんで、レイ君。あ、ま、何それ、ハイチュウ。でもいっぱい買ってた。ある？大丈夫。じゃあ、まだスタートしてないよ。今から斜里軌道。レイ君、シャリキ頑張ります。はい、はい、じゃあ頑張ります。あ、これはもう50円マイナスや。心がこもってない。よし、行ってみよう。ん？いつから舗装じゃなくなるのか。走んなくていいぞ、レイ君。暑いな、頑張って。スティック登場。おじいちゃんスタイルになるや、レイ君。おじいちゃんスタイル取れない。これがピッと。はい、おじいちゃんスタイルどうぞ。あ、出たおじいちゃん出ました。おじいちゃんが出ました。ただのおじいちゃん出ました。疲れた。まだ何もスタート。今やっとスタート。頑張って。食ってる場合じゃねえぞ。はい。何をモリモリ食べてんの。行くぞ。はい、先を急ごう。時を戻そう。戻さない。はい、進んで。ここの金浜駅からどんどん来て、分岐点来て、でこっちの斜里軌道行って上行って、ここら辺で散策ができます。有名な地獄のぞきと石切り場とか大仏とか、なんかいろいろ見どころはあるっぽいです。昔恐竜いて、なんか木倒してる風だった？どこの木が倒れてんの？あ、めっちゃ倒れてんじゃん、なんか。あの、なんだっけ。根っことかすげえ出てんじゃん。え、めっちゃ、なんだこれ。すごいね。え、なんで？レイ君、帽子は？大丈夫？死んだ？頑張ってる？頑張ってん、レイ君。楽しい。すごい、じゃあ心こもった。50じゃあプラスポイントやね。マイナス150からマイナス100になった。借金が返した。なんちゅう顔してる。疲れた？お、まだ大丈夫、まだ頑張る。レピターの岩みたいのがなんかあんぞ。すごい岩がすごい。わあ、頭ぶつけそう。いけないようにで。なんて？カレー品の楽しい。お、すごい。50円プラスマイナス100からマイナス50。あともうちょっとでゼロになる。頑張れ、行くぞ。レイ君どう？何見える？着いた？頂上と行ってみて。触れ合いの。あ、山頂とも書いてある。ここはね、左に行った方がいいと思う。左に行った方がいいと思う。あ、そこある。見て。とか。その近く行ってレク。はい。なんて書いてある？レクはしゃがんで。なんて書いてある？
山頂。何メートル？329メートル5ミリ。5ミリ？それは低い。そんな細かいところまで測れてんのかこれ。すごいね、よくわかったね。329メートルと5ミリだ。よかった、到着したね。レクイエイ。景色がすごいとこいい。いいご飯食べて。ここ狭いな、レク。お願い。もうちょっとピピって言って広いとこ行ってから行こう。はーい。はーい。もうダメだ、それが。またハイジュ食べてんの？それはなんだ？メントス。え？メントス。メントスか。てん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 展望台？展望台。はいさあ、おお、着いた。犬がいる。本当だ。すごい。おお、レクなんかすげえ見えんじゃん。海がめっちゃ見えるじゃん。360度海が見えるっちゅ。レクどう？綺麗。おお、展望です。ずっと海が見えます。調理中です。メスティンとメイ君はいつものラーメン。景色はいいです。景色を見ながら昼ご飯です。なんかちょっと半端なところに置いちゃった。頂上着きました。そういう東京湾がすごいよく見えます。よいしょ、はい、こんな感じで、はあ、だいぶ2時間ぐらい歩きました。今から地獄のなんとかと石切り場に行きたいと思います。どうですか、親子水入らずで景色を見ながらのよくわかんない食べ物を食べるっていう、よくわかんなくない？それは成功なの？何なの？え？成功。レイ君どう？うまい。山で食べるラーメンが一番うまい。山ラーメンどう？うまい。大丈夫。レイ君、10ポイント。大成功やね。変なご飯、なんなん？変なご飯見して。これで。変なご飯見して。もうない。はい、ちょっとあれ、何そのカス？ただのカスやつ。はい。綺麗にしてる。はい、見えますか？メスティンのご飯どれぐらい成功が近寄ってきた方がいいんじゃない？お、おお、できてるできてる。できてる。ちょっと焦げ。There's so many. どう？うん。ちょっと焦げた。家だとうまくいくのになかなか難しい。米とカレーをドボドボ入れます。こぼしちゃう。はい、カレーができました、カレーが。よいしょ、口だけ取って。カレーがうまいことできました。 HP 何倍になった？100。お、すごい。プラス50ポイント、うん、よし、あれだね、今何ポイントだったっけ、忘れちゃった。110だった。160。え、そんなやった？110まで下がってて、110からじゃあ50アップして今160です。160になってたよ。ほんと？じゃあちょっとビデオで確認するか。じゃあいいよ。じゃあ合わせて210。やべ、200いっちゃった。そう。え、何やったの？こっち何やるの？何だっけ？あ、この上に行けるってこと？どうなんの？すごいな、この石切り場が。ずっと石がせせり立って。おお、石切り場です。どうなってる？で、なんかどうなってる？暗い。これはだいぶ上にドーッとなって。おお、熱い。っていうかもうしんどいな、もう。よいしょ。ここってさ、違うとこから撮るしかない角度な気がする。
うん、そうだね。通り道にどうロープウェイの方帰ろう。これ何レ君どう。生物です。遠くない？もっと近く行って。うん、じゃポンポンって、はい、手合わせて、はい、お祈り願った？なんて願ったっけ？うん、スキンもらえますね、言った？なんて聞こえた？いいよって聞こえた？わかんないか。地獄のぞき展望台結構下絶壁です。地獄のぞき水が並んでおります。これは無理やな。あ、チームマンだ。すごい並んでる。すごく並んでる。あの地獄のぞきにすごい並んでます。何あの黒いの何氷。うん、本当だ、黒なのにマンゴー味。そんなことある。あ、階段降りて下にある。これやばくない？地獄アイス真っ黒系。レイがこれでいいや。いやだ、見た目が。レイがそれにしよう。地獄え、泥食べてるようなもん。レイがその泥アイスにしよう。なんでやだ、あ、やだ言った。あ、やだ言った。やだ、マイナス。喜んでやろう。嬉しいけど、今日はやめときます。そういう感じやね。うん。もっと釣り出してるってこと？そうそうそう。もう、絶景かも。絶景かも。絶景のトイレ。あ、そうそうそう、トイレ。ハルトンビ？ハル？ハルトンビ？はい。声出して、声。動画だよ。せーの。やっほー。弱い。やっほー。おー、すごいすごい。届かん。届かん。あ、いい顔だ。レイ君、地獄の階段どうやった？そうや。あ、レイ君。なんて？ラッキー。ラッキー。大変だ。疲れたけど、楽しかった。楽しいのは疲れを、最後その、こういうの食べたり飲んだりしたら疲れが吹っ飛ぶ。疲れてないとあんま美味しくないんだけど、レモンソーダ。レモンソーダいける？うん。これ多分氷がマンゴーな気がする。氷マンゴーな、うん、他のなんかブルーハワイとかも実はあったわ。レイ君、レイ君何取れたの？レイ君見してよ。レイ君何を取れたの？あとカエルだけだし。何それレイ君？靴取れた。誰の靴レイ君それ？お母さん。お母さん、大丈夫そうじゃん今。今ね。どうなった？すごい薄くなった。薄くなっちゃった。レイ君すごいね。もう一回会う？それその人に会う？シンデレラやね。合うね。パカパカマンだな。シンデレラだ、シンデレラ。お父さんみたいな。てくん、なんて？10年間。なんて？10年間使ったらこうなる。10年間使ったやつが今日、取れた記念日。10年も使ったの、それ。何月何日？6月26。おー、そこで取れました、記念。よかったな。よかったじゃない。レイ君、鍛冶屋旅館です。ここ、安政からやってんだって、安政とかの時代。昔から。これ安政。それじゃない。じゃあ行ってみよう。はい、すっきりしました、レイ君。すっきりした？すっきりしたね。すっきりした。はい。またもう帰ってね、ご飯食べて寝るだけか。うん、またレイ君。花釜屋駅の近くのザ・フィッシュっていう魚の、なんか、ここです。あっちは浜焼き、すごい人がいっぱいいました。ザ・お土産屋です。すごい琵琶をしてる。琵琶なんか琵琶の子がいる。琵琶湖線屋とザ・フィッシュ、結構人がいました。